花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金井義郎でございます。1週間ご無沙汰しております。今日もなんかあいにくの雨になりますけどもですね、今日は金玉ということで、まあいつも通り楽しくやってまいりましょう。松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと今走ったね。若干息切れ気味でございます。桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう蒸し暑いね、なんかジメジメね、ちょっと、ね、じめじめ体調崩してる人もいると思いますけど、私もそうだけど、あ、そうですか、ね、もう湿気がね、ダメで、湿気、湿度、ダメなんですよ。なんか今週なんか天気がだんだん悪いみたいで、悪いんだ、うん、そう、そう、いよいよね、この今日番組終了後、まあとりあえず僕が先にね、はい、福島の方、須賀川の方に行かせていただきますが、はい、まあ明日からはね、はい、桜田さんも今回ね、初めてです ね、もう楽しみで、楽しみで、ね、須賀川、あと郡山ね、はい、行かせていただきます。松下さんは、今回のお祭りもありますよね。キュウリ天皇祭、これがいつになりましたか、ね、これは14日ですね。これ14日ですか。なんかね、今日の情報だとね、須賀川のメールが来ました、うん、大雨だそうですけど、ですよね、大雨ですね、私を呼んでしまいましたね。雨天でもお祭りはやるらしいですよ、うん、あ、そうなんですか。で、ライブはテントが一応あるんで、あ、じゃあ大丈夫でしょ。雨の状況によってはどうかなっていう感じですけど、うん、なんか3日間とも雨予報みたいで、私雨女でございまして、いや、え、そうなんですか。そうなんです。あ、そう、僕一応自称派手男で今まで来てるんですけど、ね、ついに、あ、ついに、ね、引き込まれてね、やられてしまいましたね。いや、でも上がりそうな気持ち、僕はね、嵐男なんですよね。なんだ、もっとその上を呼ぶみたいですね。もうあれだね、負けちゃうね、負けちゃう、2対1だもんね。そうそうそう。ということでね、金玉ということで、はいはい、お便りご紹介しましょうか。まず早速ね、はい、じゃあ行きます。はい、皆さんこんにちは、うん、気づくとセミが鳴き、お、目の前の保全林ではトンボが飛び回っています。目の前の何、保全林って書いてますよ。あ、はいはいはい、保全林 ね、うん、このまま梅雨明けになると一人当たりの年間、降雨量が、うん、中東の砂漠地帯並みと言われる福岡市はやばいと思う今日この頃です。あ、なんか全国的にね、ちょっと、うん、ミキさんですね、ね、福岡の、うん、さて先週のノブさんも素敵でしたね。あ、こちらが知らないいろんなお話も興味深く聞かせていただきました、うん、今週は金玉ですね、ま、はいはい、ゆったりとした時間を楽しみたいのですが、いつものやつが今日は今なんで、多分後で聞き直すことになりそうです。なんかあれしてるでしょ、トレーニング、筋トレ、うん、ね、筋トレ、ミキさんもね頑張ってますよね、頑張ってます ね、うん、いやでもあれやっぱ運動はいいみたいな、ね、いいですよね、運動しないとね、うん、はい、金尾さんは今晩からもう一つの福のつく約束の場所でのツアーですね。福岡のね、ミキさんから福島ですね。約束の場所。そう、約束の場所なんだ。約束の、いつも通り、うん、心が動く本物の歌を聴かせてあげてください。あ、どうかね、大丈夫かな、俺大丈夫でしょう、ね、いやいやね、おととい歌入れにこっちに帰ってきてたカメちゃんとも、カメちゃん、これ西日本マンダムっていうバンドがね、はい、行ってね、ここにもゲストでね、はいはい、2度ほど、うん、ボーカルのカメちゃん、なりましたけど、ボーカルのカメちゃんね、はい、西日本マンダム、はい、カメちゃんともやっぱり金尾さんの音楽は素晴らしいって何度も話してました。あ、 ありがとうございます、ね、本当やろうね。ありがとうございます。忖度なしで話したでしょう。ね、なんかね、でもね、僕も帰るんだけども、うん、なんかゆっくりね、みんなとこうする時間がなかなかな、ね、取れなくてね、慌ただしくてね、なんかライブだとそうですよね。そうそう、だからちょっとゆっくり帰りたいね、今度ね、帰るとしたら、うん、ゆっくりね、うん、で今日はリクエストはなしです、はい、今晩のこともあるし、お好きな歌をお好きなように披露してもらえたら OK です。ありがとうございます、最後にね、うん、ラジオなんであえて言いませんでしたが、カナオさんお疲れ様でした、うん、おいらも2度目4箇所目のがんの手術を終えた母を大切にします、う
ね、美希さんのところもお母さんも ね、 お母さんね、お大事にね、なさってください。具合がちょっと悪かったみたいでも ね、 ね、よかったよね、無事にね。そうですよね、ということでね、じゃあ美希さんのリクエストね、先週いただいていましたけども、はい、僕はあんまり歌わない曲ですけども、Walking on the Street をご紹介いたしましょう。さすがにます。明日
はい、先週の博多のミキさんのリクエストにお答えしました、はい、Walking on the Street という、曲でしたが、はい、これ俺今日さ、このまま須賀川行くんで、はい、エレアコ持ってきたんだけど、はいはい、アコースティックちょっと聞こえてんのかね。聞こえてますよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですか。マイクで拾ってるから大丈夫です。いやでも結構やっぱりちょっと辛いもんがあるよね、箱があれだからね。あれ持ってきたのにね、うん、アンプ、まあそういうこともねありますけどもですね、僕の方がお便り来てますか。あ、これちょっと来てますね、いつもの、うん、これえ、私が読む、うん、たまには松下さんに、え、これちょっとあの読み方を変えなきゃいけないじゃないですか。そう、皆様こんにちはみたいな。あ、僕がね昇進の中でラジオライブに臨まれる加納さんには頭が下がります。ん、何、昇進、昇進ね、はい、はい、数年前私の母が言ってしまった時、私はなすすべもなく加納さんにすがっておりました。優しく普段の姿で力づけてくださったこと今でも覚えています。ラジオでのミニライブに続き福島ツアーとなりますね。思いの丈シャウトしてください。昇進ながら北にいる仲間たちへと向かう加納さんに、北飛行をリクエストいたします。おー、ぷかぷかのぷかぷかの金ちゃんやソソさんに存分に甘えちゃってくださいね。チャーリー佐藤さん、チャーリー佐藤さん、はい、ありがとうございます。今日は2万円いただきました。 ありがとうございます。本当に今日それがね現金だったら本当助かるんだけど痛いよね、骨も折っちゃってるし笑うと、いやいやいや、もうあれね塊で来てますね。本当にね最近ねちょっとね、気が緩んでた、つくづく思いましたね。ちょっといろんなこともありましたけどもですね、まあ母もね、残念ながら亡くなりましたが、もう昨日はもうお葬式がね、はい、あってね、父の時はねやっぱりこうやって歌ってるとなかなかねその死に目に会えないというか、はい、もう、もう20年近い前ですけどもね、なりましたけど、ちょうど横浜で歌っててね、その時もね会えなくて、その時にまあできた曲が、まあ、風の中で立てるっていうね、はい、歌になりましたけどもね、今回母もね亡くなりましたけども、ちょっと須賀川とかね、はい、福島も決まってましたので、ちょっと落ち着いてからね会いに行こうかなと思っておりますけども、はい、佐藤さんもね本当にありがとうございました。ありがとうございます。あ、そうだね、佐藤さんのお母さんがね亡くなって、お亡くなりになった時もそういえばね飲みましたね。そういうこともありましたね。みんなもういなくなっちゃうんだけど、でもね僕はなんか父もそうですけども、なんか常にこう心の中にその精神がね宿っていて、寂しさっていうよりも、うん、やっぱ施設にねずっとお世話になってたんですけども、うん、だんだん記憶とかも遠のいていってね、まあ認知症とかもそういうのもあるんですけど、後半歌いに行った時はねあんまり覚えてなかった、うん、かもしれませんが、そういうこともありましたけども、なんかこう精神が常にこう自分の気持ちの中に宿っている気がして、そんなに寂しい感じはしないんですね。うん、おそらくまあ時が流れるとまたねいろんなことを思い出してくると思いますけどもですね、じゃあ佐藤さんのリクエストをお答えしましょうか。北飛行、北飛行じゃないからねこれね窓はじゃないですか。それ今知らない人が多いと思います。誰でも知ってるでしょこれ。知らない、小林明さんの。あなた、私は知ってますよ。あなた知ってるでしょ、もちろんね北飛行ですか。よし、じゃあ行きますか。どんなんだっけ。
チャーリー佐藤さんからのリクエストにお答えしました北飛行というね、あれでしたけど、どうしたの？あ、ちょっと当たっちゃった。マイクに かぶりついたかぶりついた。それから、なんか他にございましょうか。はいはい、お便りね、ご紹介しましょう。こんにちは、福島のぷかぷかです。おこんにちは。こんにちは、お世話になります。今日は金玉ですね。はい、いつもの噛み合わないトークを最高のおかずにして、噛み合わないトークってね。ね、定番になりましたね。うん、はいはいはい、我が家では朝食という名のランチタイムで聞いています。あ、今ランチタイムね。昔の話ですが、カナオさんの風の中で盾を、仙台のジャズフェスで歌わせていただきました。はいはいはい、その時地元の上善寺ジャズフェスティバルっていうのがあるのね。結構大々的なお祭りなんですけどもね。はい、その時地元の新聞記者が、3年経ったら帰ってこいよというフレーズに聞き入ってしまいました。ほう、この歌は震災時の歌ですかと尋ねられ、いいえ、これは私の大好きなミュージシャンの金尾義郎さんの歌です。ほうほう、父親との最後の別れの時に作った歌だと聞いていますと答えたら、いろいろな別れはありますがこれはいい歌ですねと言われたことを今でもはっきりと覚えています。お母さんの間に、思いを馳せながらこの歌をリクエストします。辛いな。桜田さん、初めてのプカでお待ちしています。あ、よろしくお願いします。松下さん、そして金尾義郎さん、はい、福島にお帰りなさい。はいはい、お帰りと言えるほど近しい、方になりました。素晴らしい声に感謝しながらじっくりと聞かせていただきます。合唱、ありがとうございます。そそさん。うん、そうですね、今日だから今日はね、僕はちょっと先乗りというかね、先発隊でね、終わって伺って、ぷかぷかの金曜日ライブっていうのがね、毎週やってて、もう何百回もなるんでしょうけどもね、そこへちょっとご挨拶がてらね、行かせていただいて、いよいよ明日が、郡山の、M&J、はい、ね、郡山 M&J でね、キヤちゃんのね、お店キヤちゃんって書いてあるんですよ。オーナーのね、オーナーのね、すごい一緒に歌ったこともあるんですけども、矢沢なんですよ。矢沢さんの、ちっちゃい矢沢ってことないだろう。矢沢さんの大ファンで、そう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 、ね、素敵なね、オーナーでね、男気がある人で、 M&J、 これはまあ、秋山くんとかドラムでね、はい、郁夫ちゃんといつも ね手伝っていただいてる、ね、キーボードをやっていただいたり、あと矢吹さんギターとかね、はい、地元の方、郡山の方出身の方たちと一緒にね、やらせていただきます。それが13日ですね、7月13日、これは郡山 M&J、 明日ですね。そうですね、明日ですね。ですね、で明後日が、これがキュウリ天皇祭というね、須賀川のお祭りがあるんですね。これキュウリを奉納するお祭りなのよ。はいはい、それでそこのその街中ライブっていうコンサート、イベントがありましてですね、それも何バンドも出るんですけども、はい、秋山君たちのバンドも出ますけども、はい、そこで、とりあえず3人で
あのフラット行かして嵐の中歌いますか私たちの出番が6時6時から、はい、6時から30分ですね、はい、それ終わりましてですね、はい、その夜の部があのいよいよプカプカになりますね、はい、プカプカもね、今度そのプカバンドと一緒にねやらせていただいて、まあオープニングアクトはねひょっとしたら僕のカバーバンドかもしれない俺出番前にカバーバンドやるの音楽魂って書いてあった魂って書いてあったんですよ音楽魂ライブあのバンドみたいなね楽しみね楽しみですよねどういう方僕のねだからスカガーの人みんな僕の歌知ってますからね、うん、で今回のだから歌詞間違えられないんだよね本当ね本当2回続けて平気で歌っちゃうからね同じ歌ねすごいですよね今度は僕のバージョンの道僕のバージョン違うバージョンがある道だったらさ違うちょっとロックバージョンみたいなのがあるんだよねそれでみんな上手いですよねでもね上手いのよ個性的で、うんうん、だからちょっとうかうかできないですね。協力だよね。楽しみにしておりますけども、じゃあ、須賀川のソソさん、妖精ソソさんのリクエストをお答えしましょうか。はい、金後ろ風の中で立て。
はい、須賀川の妖精ソソさんの妖精ソソさんねソッソさんじゃなくてソソさん妖精ソソさんのリクエストに ねお答えしました。風の中で盾、金尾城でお届けしました。ちょっと感想を油断して声がカラストンボみたいなカラストンビみたいなカラストンビカラステンブじゃないカラステンブひっくり返ったなんかねどうぞお茶をひっくり返った声ってあれですかあのカラステンブっていうんですかね。いや、なんだよ。一回松下さんから言われたもん。いやいやいや、あなたこの間カラステングみたいになってたよ、声が。本当？カラステングってなんだろう。カラステングって天狗ですか、カラスですか。わかんない。またこれで何を言ってるんだろうと思ってるんでしょうね。だよね。ね。もう口が悪い悪い人のさ悪口をさ陰でもう言うんだよ。言いませんよね。モノマネはしますけど俺も口悪いけどさもうモノマネうまいのよ。いやうまくはないけど人のさいや、うん、そう、うん、僕のモノマネどんな感じですか。いやいやそんな加納さんのマネなんかできませんよ、うん、長渕くんのマネがまたうまいのよ。長渕さんのマネなんかできませんよそんな男の人、うん、一回ちょっとやってみたらいいかもしれないね。いやいや何が失礼しました。おかしくなっちゃった。ということでですね。お便り今来たんだけども、ちょっとバババって。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って。うん、はい。カメラね。なんか話そうとしてたんですよ。忘れた。須賀川じゃなくて。うん。じゃあお便り行きましょうか。行きますか。はい。花尾さん、松下さんこんにちは。はい、こんにちは。桜田さん、キキさん、いつも楽しませていただいています。はい、ありがとうございます。楽しませてだってちょっと縄ってたね、うん、毎度松戸のまっちゃんです。おまっちゃん、おまっちゃん、はい。今日はあいにくの天気ですね。はいはい、こんな日は古傷がうずきますね。くれぐれもご自愛ください。はいはいはい。久々にとしみさんの骨まで愛してを聞きたいです。時間があればお願いします。時間があればお願いしますですから大丈夫ですよ。ありがとうございます。まっちゃん、俺骨までって何だ。最近やってませんよね、そういえばね。やってないよね。忘れてるね。ちょっとさ、あの割とバラード系が続いたからさ、あの松戸のまっちゃん、うん、あの松下さんの歌なんですけども、うん、あれ行こうよ。にぎやかな。ちょっとにぎやかな。楽しいやつ行こうよ。あの、ね、にぎやかといえばあれしかないよね。あれしかないですね。オッケー。何？ちょっと待って。にぎやかなやつ。ちょっと待ってね。にぎやかなやつ。にぎやかな明るいやつね。うん、おそばの。うん、ここら辺で見れますか？僕のコラス。あ、本当？ちっちゃいけど見える？見えないな。もういい、いいです。ちっちゃいけどね。大丈夫ですか？行きますか。皆さんおそばはいかが？おなじみじゃぬめな娘。町から町へと細々ながらも楽しいじゃぬめな蕎麦屋でござる。おっさんぱいちご危険。ほら危ない千鳥足。はい、一丁上がりをするするする。毎度ありお待ちど。さて東京名物は。
ありがとうございます。はい、ということでね、松下さんが歌いましただんだんチャルメラそば屋、そうだね、だんだんこうスピード落ちてる感じだったね面白かったちょっと遅かった。いやいやいや、このさ、屋台を引くのがだんだん遅くなって重くなったんだよ、きっと売り切れたんじゃなかったのきっとね、雨でこれなかなか難しいね。難しい、いや久々やるとちょっと ね、 そうだね、あのちょっとこれかな、ちょっと噛むと次いけないのね。そうね、意外とこれブレス難しくない、これ結構難しい、だからちょっと早い方がいいのかな。いや、うん、いや早いのも次が出てこないとこもあるけど、やっぱ難しいね。うん、難しい、まあ、ひばりさんの歌は難しい。でもこうやってさ、あの生放送をこうやってると勉強になりますよね、これね。本当にね、失礼しましたって感じでね。いやいや、こんなんでいいんですか。これはね、大丈夫でしょ。うん、全然問題ないんじゃないですか。本当ですか。問題あると思うな。問題あるよね、これ。ね、もうやっぱリハーサルしないとね。でも、その失敗したら腹切れっていうわけじゃないからさ、まあ、いいでしょ。いやそれはもう私はいいですけど、金沢さんの番組ですからね足を引っ張るとちょっとやっぱりね、うん、ということで、ライブのお知らせはもうしましたね。7月19日、はい、中野エイジアっていうんですか。あれはこれね、7月19日須賀川から福島から戻ってきましてですね、中野坂上にエイジアっていうねライブハウスがあります、うん、そこはねバンドスタイルで金尾芳郎ミーティングって言ってね、はい、ただ集まって飲むだけの嘘そんなことない自分たちで飲むだけ の、ま、いやいやいや、感じでね、またかっこいいバンドなんですよ、うん、こっちこれはこれでちょっと男臭い感じになりましてですね、うん、ロックっぽいね、どっちかっていうと、うん、まあ、ドラマは松尾敦史って昔から知ってるね、ドラマがいて、うん、あとベースは赤井浩次郎ね、おなじみです。おなじみ、おなじみだよ。くるくる回るよ。ギターがね、ひろなりっていうね、うん、ギターでね、彼も昔から知ってますっていうね、うん、感じでね、お届けします。中野坂上エイジア、これが7月21日でございます。いや、19日や、7月19日でございます、失礼しました大丈夫ですか。19日金曜日ね、金曜日、うん、ということでね、お届けします。あとは、うん、まあそう、28日がね、横須賀でね、あ、そうそう、今月はね、7月、今月はね、だから28日で終わりですけど、楽屋、楽屋、横須賀楽屋でね、ライブはね、ライブはね、渡辺武史ギターで、松下俊美、金尾芳郎、あと内田翔也君と、はいはい、あともう一人、もう一人がね、また、うん、ゲストをお呼びいたします、はい、また改めてね、ご連絡いたしましょう、はい、ということで、つかさくなんかありますか。はい、つかさんと桜田は7月21日、うん、中村祐介さんとこのサロンライブですね、うんうんうん、歌からスタジオでサロンライブやります。ほうほうほう。それから7月の26日、元町のブルースギターフォーエバーさんで、つかさんそこは2回目ぐらいじゃないもん。何回目だっけな、3回目かな。あ、そうなの。あのオープニングのイベントみたいな、イベントのオープニングの翌日の、うん、ライブはつかさんと桜田でやらせてもらって、その後1回、うん、2回やったんだっけかな、うんうん、1回かな、うん、3回目ぐらいですかね。なるほどね、はい、うんうんうん、あとはそんな感じでしょうか。今月はそんな感じで、うん、あとはもう来月になっちゃいますね、うんうん、はい。まあその都度ね、またご紹介しましょう、はい、で松下さんの頃なんかありますか、ブルース関係。あ、そうそうそう、あのね、ブルース関係の近くブルースの菊田俊介の主催というか、まあブルース、カンパニーがやっている、うん、ライブが7月17横浜モーションブルー、モーションブルー、ね、毎年7月17日、ね、毎年やってますか。水曜日になりましょう。金沢さんもし来られたらぜひと言ってました。7月17日ね、はい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 、空いていれば。これ誰が来るんですか。トロンゾキャノンと、ね、トロンゾキャノン、これシカゴから、はい、ノラジーン、はい、ノラジン昨日到着しました ね、 ね、空港に すごいよね、 なんかね、このもうだっていでたちがさ、そういでたち、山のような2人じゃないの、このかっこいいよ、ね、うん、トロンゾキャノンすごいかっこいいよ、ね、いこの間 ね、 今ね CD 聞いてましたね。菊田さんご紹介した時 CD 聞きましたけどですね、ぜひ皆さん、ノラジーンね、はい、はい、来てください。であとブルースカンパニー、マーティ・ブレーシー、リエリー・カネヒラで片野敦史で菊田俊介ということでですね、はい、これは今明日がねブルースフェスティバルなんですよ。13日青森のブルースフェスティバル、明日ね、明日も、はい、明日東京からもね、ご覧に見に行った方もたくさんいるみたいなね、うんうんうん、楽しみですよね、
もう一度ご紹介しましょう。東京方面というかね、関東地区では横浜だけということになりましょうか。そうですね。これが横浜モーションブルー。モーションブルーです。やります。まだね、お席があるみたいなんで、ぜひ問い合わせてみてください。7月17日ということになりますね。はい、ありがとうございます。お楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、なんか歌いきますか。リクエスト他になかったですかね、今日はね。母の思い出っていうのは、松下さんどういうあれですか。思い出松下さんのまだ生きてる、そうだ、まだ殺しちゃダメじゃない。まだね、うちは元気なんでね。おいくつになられるの。96かな。96で、96でもね、最近また電話がねかかりますからね、まだまだ電話かけてくるらしいよ。スマホ持たせたら、スマホ持ってる、うん、いや、これ使いたいって言うからね。まあ90何年も生きてね、今のそういうのを使ってすごいっすね。まあね、昔からちょっと好奇心が旺盛でね、うちの母がちょっと変わってて、田舎にしては、うん、ローラースケート買ってきてとかね、買い物行くのに便利だって、履いたことないのにローラースケートで買い物行くの。だからそういう発想が ね、ちょっと飛んじゃっててね。発想がね、そのうちスケボーとかで買い物行くのね。ねえ、90やったことあるのって言ったら、いやだけどあれ楽そうじゃん。6歳、6歳なんてすごいね。すごいっすね。すごいでしょ、パワー、ちょっとね、パワーがあるんじゃない、それ受け継いでんじゃない の、 そのあなたの気が強いとこが。え、気強いですか。私弱いと思ってますけど。だってね、四国の女だって。わー、敵に回したよ、四国の女。敵に回したよ。敵に回したら怖いよ。そんなことない、ね、言うじゃないですか、よく八金とか。八金、ね、いや、それやめて、それね、18金ぐらいだからね、松下さんは。あ、18金じゃないよね。高そうだもんね、ちょっと売れるじゃん。ね、いやでもね、うん、でもかなおさんのお母さんはね、なんかお上品でね、でも凛としてるじゃないですか。そう、やっぱお商売とかデザイナーの仕事してたら、やっぱりほら、うん、おしゃれですよね、うん、洋服を作ったりもしてたんだけど、洋服生地とかも売ったりして、ぬいこさんがね、裏に何人もいたのよ、ミシンがあって、それでそういうデザインして、おふくろがデザインして、それをこうオーダーしたりとかしてたのね。でそういうのがあるから、やっぱ人使ってると、そうですね、もう昔はすごいよね、うん、バリバリの。おふくろとね、実はその、うん、兄貴と俺たちが家族旅行で一回だけハワイ旅行行ったのよ。おお、すごいよね。いや、大昔、あの当時でしょ、大昔ね。それで、ハワイすごいな、うん、ね、だからほとんどまだ日本人がそんなに多くないことですね、うん、そうでしょうね。もう40年以上前だからね、うん、もっとか、もっとじゃないですか、もっとかな、うん、それ行った時にちょっと道を間違えて、うん、レンタカーでずっと山の中入っていっちゃって、うん、道があるかどうか分かんないとこで、うん、兄貴と親父がね、どうしようかどうしようか、道があるだろうかって、うん、この先って言ったら、お袋がね、後ろからバーって窓開けて、うん、外国人に、ウォーカーカーって言ったわけ。うん、イエスカーって言われてたらしいよ。それかっこいい。それですぐ分かったって。それぐらいね、なんかね、あんたたちは何しようとないとか言いながらね。すごいよね。なんかそういうね、貴重なお袋でしたけどもね。まあ残念ながらね、亡くなりましたが、なんかね、すごく思い出がたくさんあって、なんか常にいるような気がするよね。で、洋服とか作ってくれてたから、うん、コートとかリバーシブルのコートとか、幼稚園時代から作ってくれてて。おしゃれ。すごい。シャレとろうが。いや、九州の。まあ、ハイセンスかなうなもん。九州の農型でしょ。農型で悪いの。農型しょって、いやいやいや、九州の。農型で悪いの。いや、違います。うん、でそういうところでね、その当時に、ね、ハワイ行くとかさ。ね、ないよ。リバーシブルなんかね、リバーシブル着るのなかろ。ないよね。なんか。その代わり、コートのね、一、うん、回ね、ちょっと大きくなって、高校ぐらいに、なんか、うん、着物みたいな、コートみたいな作ってくれて、うん、裏にね、般若心経が埋め込まれてたのよ。埋め込まれてた。背中に。それいつ頃の？いや、なんか俺中学かなんかの時、なんか心配して。中学か高校か。じゃあなんかあったのかしらね。そう。心配事が。そう。だから俺のことが心配だったんで、お守りでね。お守りとして。うーん。細かいことしてましたけどもね。本当にね。やっぱなんか、あの、Facebook に一度上げてた
あのお手紙みたいなのあげてらっしゃいました、ね、母からの手紙ね、ミーティングばっかりしてないで、そうミーティングばっかりするからミーティングっていうのは飲んでると思ってるからミーティングばっかりしてたらつまらないよって、うん、どうせ飲み寄ろうがねみたいなあれ受けました、なんかジーンとくるけど、うん、でもなんか母親らしい心配ね、まあね、そういう母でしたけどもですね、うん、まあその母もねもう亡くなりましたけども、その思いをね胸に、今日からね須賀川福島に行ってまいります。で最後にね、道やりますか。お道、うん、そっち行った。
はい、金尾義郎道という曲で今日はね、あの終わり、まだ時間あるか、意外なところに行っちゃいましたね意外なところで不意をつくでしょ不意をつきすぎてこの一生懸命探していや、まあ、最初の一回し目はあの、うん、あそうか、一人だから、ね、だから大丈夫だ一人でね、うん、まあでもあれですね、あの、まあ、この音楽魂ライブというか、あの音楽魂ラジオ番組もですね、今年で11年目になりましたけどもですね、本当に皆様方のおかげでですね、こうやって続けられますね、本当に感謝しております。いかがですか松下さんは、こう参加させていただいて、うんうん、どれぐらい経つのかしらね、4年ぐらいじゃないですか。そうですかね、4年で、ね、そうやって考えてると、うん、ずっと写真見てたらね、桜田さんも結構もう長くなっちゃったよね、うん、なんだかんだ、去年の9月からなんで冬越したもんね、10ヶ月経つですね。1年はまだ動画のね、それでキキさんもね、こうやってね、そうもうね、まこっちゃんの時からですからね、もういつもお疲れの、今日なんかね、あのドアで小指挟んでまでね痛々しい、あのサロンパスがね見えますけども、それでもね、うん、やっていただけるっていうのはやっぱ皆様のおかげでね、本当ですね。こうやってでも音楽魂ライブもね、あのこの間やらせていただきました、ブルームードね、汐留ブルームード、うん、やっぱりね、こうちょっと形を変えてね、方向を変えて、ちょっと切り口を変えてやっていこうというね、うん、皆様方が楽しめるようなね、なんかね、あのライブにもしたいと思いますけどもね、うん、今年はもうやんないんですか、まだないですかっていう問い合わせがありました。あ、そうですか、それ素晴らしいですよね、もうこの間やったばっかりの、ね、そうなの、今年はもうないのって言うから、うん、うん、ちょっと今年どうだろうっていう、うん、言っときました。そうですね、やっていきたいと思いますけどもですね、皆様もね、ラジオのお聞きの皆様もね、お楽しみいただきたいと思います、ということでですね、いかがでした今日は桜田さんも、はい、うん、明日からね、そうですね、須賀川初めてです、初めての須賀川です、はい、体験楽しみに、ねね、してますで、須賀川の方はね、このラジオ放送もそうですし、VTR ね、はい、もう見ていただけてて、はい、で金曜日ライブでこう大きなスクリーンで流してくれてるんですよ。ああ、はいはい、だからね、そういうことではすごくね、こうやって動画を撮っていただけるキキさんとかもね、ありがたいなとか思いますけども、はい、まあそれ編集して、またそのオンエア音源をね、松下さんが流すんですけどもですね、はい、それはまた大変な作業なのよですよね、俺はね、そういうメカに強かったらいいけど、パソコン持ってないからこの時代にちょっと笑わせないで胸が痛いんで、この時代にパソコン持ってないで、ということでですね、うん、ちょっと秒数が見えないんですけど、今流れてということで、時間となってまいりました、うん、来週のゲストはですね、はい、ブル松原さん。そうなんですか、そうなんですね、ですね、楽しみですね、確かそう、本当ですか、本当だったと思いますよ。久しぶりですね、お会いするの。今年あったかな、一回。ジャズボーカルの ね声がでかいよ、あの人も、はい、ね、マイクいらないぐらいだからね。そうですよ、ね。ということでね、あっという間の1時間でしたけども、いかがでしたでしょうか。お相手は、はい、桜田武史でした。松下俊美でした。はい、来週も お楽しみいただきたいと思います。お相手は金吉郎でした。動画のお聞きさまありがとうございます。See you next time。今また生まれ変わるさ。日々はお祭りがある。懐かしき友がいる。忘れかけてた想いが体に染み渡る。熱き心が好きさ。